はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数のグラフ丸2をお送りします。で、前回からね、グラフが始まって、これで2本目です。で、前回の動画でもちょっと話しましたが、丸4まで続きます。このグラフのシリーズね。で、今回も3つです。タンジェントはないんですけど、今回は。この3つのグラフを書く問題、そして周期を求める問題となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から書いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずこのね、今回この y イコール2サインシータとか、これを書いていくんですけども、前回やった y イコールサインシータ、 y イコールコサインシータ、 y イコールタンジェントシータ、まあ、今回タンジェントは使わないですけど、その前回のグラフ丸1の動画がもう基本的にあれが頭に入ってる状態でやっていきます、こういう問題は。だからさっき言った y イコールサインシータ、コサインシータ、タンジェントシータのグラフがパッてちょっと出てこない場合、頭に、その場合は1個前の動画をちょっと時間がかかってしまうんですけど、見てもらえたらと思います。そっちの方が絶対吸収がいいと思うので、ね、よろしくお願いします。ではまず今回はここに2がついてるのからいきます。2サインシータです。でもこれ超簡単です。で、まずサインを使ってるので y イコールサインシータを書くと。で、今回こうこうこうでいこうかな。まずここでそれ飛んじゃいますけど、これちょっとまだね、喉の調子と咳がね、良くないんで、あ、すげえ右下がってる。また咳込むかもしれないんですが、すみません、ご了承ください。このぐらいでいいかな。だよね。で、まず、こっちが Y。で、こっちが C だね。で、ここに数字がついてる場合、次回の動画とかは、ここに2がついたりするの。サイン 2θ とかね、サイン 3θ とかになるんですけど、ここについてる場合だけだったら、実は y イコールサインシータと同じの書いて大丈夫です。ちょっと変わるけど、形としては同じなんです。で、y イコールサインシータは原点を通って、こういう感じだったでしょ？だからこれを書けば OK な。で、何が変わるかっていうと、ここ、0でしょ？で、てっぺん2分の π 変わりません。ここが π 変わりません。ここ2分の 3π 変わりません。で、ここが 2π もう変わらないんです。で、何が変わるか、それはここです。ちょっとこっちにもあるんで、ちょひどくない？ここ、前回は1と下がマイナス1だったの、ここね。でもこれが2とマイナス2に変わります。これだけで、周期は見て分かるように1周すれば、1周ね、一回りするのに 2π かかってるから、周期は同じく 2π です。変わらないです。これだけでございます。で、なんでこうなるかっていうと、サイン θ、これ2とってね、 y イコール、まあ、サイン θ っていうのは1からマイナス1の間しかないんです、サイン θ は。だから前回の1番でやったグラフは最大が1なの。最小はマイナス1だったけど、それに2をかけてるから最大が1だった、それに2をかければ当然2になる。最小はマイナス1やった、それに2かければ当然マイナス2になる。だからそれが2とマイナス2に変わるだけなんです。3になればもちろん3とマイナス3になります。いいかな。これがまずグラフの書き方。ここに数字がついたパターンね。コサインも同じです。いい。で、次は今度ここに数字がくっついてる。 y イコールコサインシータ、これやったね前回。そこにプラス1がくっついてます。で、これも簡単です、すごく。で、どう書くかっていうと、これあれかな、ここに1番って書くわ、これでいいね。で、次はちょっとあっちこっち行っちゃいますけど2番。で、気をつけるのは最初の段階で、これど真ん中にこうシータの10書いてるんですけど、この辺になります今度。あ、また下がった気がするけど、まあちょっとギリ許してこのぐらい。で、y、 そしてシータです。
で、どうなるかというと、これも先書いちゃおうか。もともと y イコールコサインシータのグラフっていうのは、この1から始まってこうだったよね。こう。で、それがね、プラス1されてるので、全体的に1個上がってるんです。もともと、ここ、まあこれサインだけど、この幅にいたのが1個上がるから、こういう風になる。ここなったのが1上がる感じ。なので、グラフとしては、2のとこからスタートして、こういう感じになります。ちょっと曲がっちゃったけどね。いいかな？で、まあ、ここに、これ書かなくてもいいんだけど、分かりやすく書いておくね、真ん中。もともと0、まあね、シータコ0ね、ここが基準になってて、こう浮き沈みするでしょ。それが1個上がるんで、1のところを基準に浮き沈みする感じになります。だから、1からマイナス1だったのが上がるので、2から0になる。つまり、一番上は2です。ここね。で、もちろんここは原点で0、0の軸になってるわ。で、この2分の π とか、π とかは変わらないです。で、どうなるかっていうと、ここが2分の π です。間違った。あ、間違ってないや。で、ここが π。で、ここが2分の 3π で、一番てっぺんが 2π となります。だから、もともとね、こう、0が基準になったのは1個上がるだけ。で、マイナス1になってれば1個下がります。プラス2になってれば2個上がります。そういう感じで覚えておいてください。で、これも分かるように、1周するのにかかるのは 2π です。だから、周期は変わらないです。2π のままとなります。いいかな？これがまあ、まずね、ここに数字がついてるパターン。そしてまあね、プラス1とか、後ろにくっつくパターンとなります。で、最後です。まあ、この中ではこれが一番ややこしいですけど、よく出てくるね、これがね。で、今回は、シータプラス6分の π と、ここがいじられてるんだよね。シータのところが。いいかな？これと違うからね、意味はね。これは、コサインシータにプラス1してる感じ。本当は、もともとは、ちゃんと書くんだったら、一応こっちに持ってきて、本当はこういったイメージになるんだけど、いいかな？まあね、ここには覚えなくていいけどね。で、これは括弧で包まれているので、シータプラス6分π。これもまあセットになってる感じ。で、これも基本的にコサインシータのグラフを書きます。でも、ずれる。で、どうずれるかっていうと、ちょっと待ってね。下が、まあこのぐらいか。で、ちょっとごちゃごちゃしちゃうと思うんですけど、これで、いいかな。もうちょっと上上げたいな。で、y と θ だ。で、コサインなんで、ここね、1スタートでこう書いていきたいんだけど、結論から言うと、もともとのコサイン θ のグラフ、ここから始まるこのグラフね、これを θ 方向にマイナス6分の π ずらします。θ 方向にマイナス6分の π です。だから、θ、こっちね、θ は右左だから、これを左側に6分の π ずらすの。全部こっちに。いいかな？つまり、もともとてっぺんがここね、ここスタートだったのがこっちにずれるので、これね、うまく書ける自信ねえんだけど、こういう感じになります。で、これいっぱい書き込むことあるんですけど、まずこっから書き込みましょう。もともとここだったのがずれたので、マイナス6分の π になります。ずれたから。いい？で、もともと0でしょ。で、次書くのは2分の π。まあ、こっちの方が分かりやすいかな、サインの方が。本当はこうだけどね。で、2分の π のとこもこっちにずれてるので、2分の π から6分の π 引いてください。いい？で、2分の π から引くと、2分の π が6分の 3π。引くと6分の 2π になるので、ここが3分の π になります。ちょっとめんどくさいですけどね。で、次のここは π です。もともと。で、π から6分の π 引かなきゃいけないので、6分の 5π になります。で、次ここです。ここは、
もともと2分の3倍です。で、2分の3倍からこっちに引くでしょ。6の倍ね。引かなきゃいけない。で、2分の3倍は、6分の9倍かな。え、待って待って。暗算が間違ってるかも。6分の9でしょ。から、6分の1を引くので、6分の8、つまり3分の4倍か。というふうになる。で、最後がここ。もともと 2π だったんだけど、そこから6の π を引くので、6分の 11π となります。で、あともう一個書かなきゃいけないのが、ここです。y 切片。ちょっとね、ごちゃごちゃするけど。で、ここは θ が0の時でしょ。ここで θ が0。原点書いてねえや。θ が0ね。だから、θ に0を入れると、コサイン6分の π になります。6の π は30度です。つまり、コサイン30度の値は2分のルート3でしょ。つまり、ここは2分のルート3を書いておきます。これで完成。めんどくさいけどね。で、周期は実はこれ同じです。もともとコサインなので、周期は 2π のままになります。で、なぜかっていうと、ずれてはいるけども、ここスタートでここまで来る。ここまでの一周は 2π かかってます。マイナス6分の π から6分の 11π だからね。ただ、周期は変わってないんですけど、ずれるときは、こういう風になります。で、これはね、もっとかなり昔に勉強してる、例えば2次関数じゃなくて、まあ1次関数もいいんですけど、X 軸方向、Y 軸方向に平行移動するときって、y-1 ってなってたら y 軸方向にプラス1移動するんだよ。だから y 軸方向縦でしょ。縦にプラス1するから全体的に1上がったの。この式をこう変えたらね。で、今回は θ プラス6分の π になってるので θ 軸方向にマイナス6の π 動かすんだという意味だと覚えてください。これ結構プラスの方向に持っていっちゃう方がいるので、プラスだからこっちみたいなではなくて逆ね、マイナスの方に持っていくと。だからここがマイナス6分の π だったらプラスの方向に動かしてくださいという感じになります。いいかな。では今回は高校数学数2の三角関数のグラフ丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸3ね、さらにね、ちょっとややこしくなっていくんですが、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。